株トレーダーになった話するか。おかゆとあのあつ森の話なんだけど、スバルちゃん、あのあつ森で大事なのはお金だよみたいな。何をするにもお金がかかるんだみたいな。持ってる所持金が2万円しかなかった。でも2万円持ってんのすごくねと思って。結構そういえば魚とか釣ったから、いいじゃんいいじゃんみたいなこと言ってたら、いやいやスバルちゃん2万円とかマジ全然足りないからみたいな。って言ってローン見たら36万とかになってた。あ、全然足りないと思って。動物の森だと野菜の株なんだけど、それがなんかいろんな値段で毎日売ってて、その価格の差でこう利益を出していくみたいな。え、それどうやってやんのってスバルが言ったら、いやあのまあスバルちゃん大丈夫みたいな、僕の言う通りにしたら絶対儲かるからみたいな。何、え、なんかすごい危なそうって。まずあのこのツールに毎日の株価を打ち込んでスバル初めてあの日にちを変えたんだけど、スバルさスイッチの日にちを変えたことがなかったから、これいいのかなみたいな。なんか悪い、別に悪いことじゃないんだけど、そういう遊び方もある、いろんな遊び方があるからね。 なんだけどいいのかなみたいな。そしたら、あ、大丈夫だよ、それね、そのうち感覚麻痺してくるから、本当みたいな。いやでもそれでまあちょっとね染めちまったんすわ。でそれで株価をさ毎日メモって、今週はうーん今週は捨てるかなーみたいな。なんか最初の方ならさ、もうこの週捨てた方がいいみたいになっても分かんないじゃんってなるわけ。いや分かんないじゃん。1時間ぐらいやった後はなんかね、ある程度見たらこの週捨てるわって2時間ぐらい粘ったわけ。結局結果的に最初2万円だったんで、600万儲けたんで2万円で株買えるだけ買うから正直600万円にはならないんだけど、さ、おかゆ優しいからさ、なんか僕の株ちょっとなんかあげるよみたいな。法律を求める人の気持ちが分かった。まあいつもスバルのやってるやつ遊び方ももちろん好きなんだけど、これはこれでおもろいなって思った。もうねたまんねんだ、店に行って、いやガチャなんよねあれ、ないくらが出るかっていう。おかゆが自分の島からさ大量のさ、なんか安く買った株を持ってスバルの島にさ突ってきてさ、すごい勢いで株をさ売ってさ、お金をこう地面にポイ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 って置いて、スバルちゃんいい値段出してくれてありがとう、ここからは僕が頑張る番だよ。めちゃめちゃ面白かった。でなんかあれらしいね、なんかそのリスポーン地点とかもさ決まってるらしくてさ、まず最初にリスポーンするのが役場の役所の前にリスポーンする。そっから歩き回っていろんなところに行っちゃうんだって。穴掘って逃げれないようにしてね。いやおかゆのねなんかねあつ森おもれえからねマジで。そういえばさ株トレーダーの話で思い出したんだけど、スバルのあつ森の住人4分の3が鳥って鳥類っていう結果になってしまって結構震えてる今ね。鶴の子とアヒルっぽいやつが2匹いる。そうしかもなんか島の名前がさ何思ったか知らんけどさ、なんかなんでこの名前にしたか全然記憶ないんだけどさ、ワシントンにちなんでワシントンって名付けられててさ、何この島って。で島の名前でどうしようかと思ったんだけど、タイトルをさ集めろ動物の森にしたじゃん。待機枠をずっと眺めてたんだけど、スバルコメントの一つにさ、ワシントン条約上等って書いてあってさ、動物を大事にしましょうみたいな条約があるんだけど、それマジで面白くてさ、何この島ってなってんだよね。普通に遊んでんだけど。